皆さんこんにちは。先ほど僕はですね、ここは、はい、久々ですね、秋葉原にやってきました。ここはね、すぐその電気街口っていうところで、これからね、ちょっと街の中歩いていこうと思うんですが、ちょっと前にね出した動画覚えているでしょうか。少しね、あの秋葉原、僕がこの前来た時と違って、お店っていうんですかね、お客さんもね、ちょっと客層も少しだけね変わりまして、で、あの街のね、こういう大きい通路、そこにねいる人もねだいぶ様変わりしました。だからもしかしたらね、ちょっと動画撮ってる最中でもいきなりバツッとこう映像が途切れてしまう可能性もねあるので、どうかそこはね許してください。お、写真撮ってる方います。これあれですかね、あのヨースターっていう、あの中国のゲームメーカーのねやつの確か原神でしたっけ。はい、僕もね、こっちに来る、空港に向かう時の電車の中にね、この原神とね、あとアークナイツかな、はい、そういったあの同社の広告がすごいね流れているのを見ましたけども、すごいですよねこのね、でもこの辺りは1年前に来た時と少し変わらないかと思ったんですが、こちら見てください。この建物がね、あれ完全にこれ空きになってますね。あれこれ前何があったんだったかな、ちょっと忘れてしまいましたけども、はあ、まあ、これはコロナ後にね撮ってる映像ですから、前のその1年前の映像とちょっと見比べてくれると嬉しいんですけども、ちょっとだけこうルートは違いますけども、大体似たようなところ歩いていこうかと思います。あ、セガのね1号館とかはまだやってますね。そしてすごい、ここにも原神の広告、一体どれだけこの原神の、ね、広告出してるんだっていうくらいに多いですよね。はい、それじゃあちょっとこのね通り歩いていきましょうか。まだね、朝の11時前なんでお店はあんまり開いてませんが、まあ、そのおかげでちょっとね、そういった客引きの人とかは多分ね少ないはずです。さあやってきましたよね、秋葉原。あれでも今日はね一応赤日、日曜日ではあるんですけども、心なしか前よりかも歩いてる人は少ないのかなっていう感じがしますね。まあ時間帯にもよるんですけども、すごいかっこいい車が目の前にありますね。すごい、めっちゃカスタムっていうかね、ペイントがなかなか素敵な車ですね。あ、なんでしょうね、インプレッサじゃないか、違うか、車種までは分かんなかったですけどもね、まあ、こういうのも見れるのもちょっと秋葉原らしいかなと思います。でね、正面にあるのがビッグカメラですね。大体ね、このビッグカメラか駅前のヨドバシカメラ、まあ、行ってしまうと大半のね用事って終わってしまうんですけども、まあそれでもね、もうちょっと奥の方行って、少しこのね個人店とか見ていきましょうか。でね、今日撮影している機材なんですけどもね、まあ、ソニーの ZV-1 コンデジですね。それと、モザミニ P ですか、やってるんですが、モザミニ P ね、結構キャリブレーションこの来る最中に一回やったんですけども、ちょっとドリフトしてますね。まあ仕方ないですけども、まあまあまあね、とりあえずやれるだけやっていきましょう。お、なんか並んでますね。なんだろう、プレステ5の抽選でもあるんでしょうか。昨日ね、この動画の、まあ、前後になるかもしれませんけども、ソニーストアの銀座に行ってきまして、ちょうどその時もプレステ5の、抽選やってましたね。もう発売から1年以上経ってるのに、いまだにこの抽選っていうのも、でも何なんでしょうね、やっぱ半導体不足が原因なんでしょうか。さあ、ドン・キホーテのとこまでねやってきました。ここもねすごい有名な場所ですよね。あ、でもここにもこの広告が出てます。で、その隣の方には、はい、つくもがありますね。あ、つくももそうですね。あれでも広告が若干ちょっとおとなしくなって、前はね、VTuber の方が月1か何ヶ月に1回か出てたんですけども、今はなんかレイザーとかになってますね。あ、そうか、もう第12世代のインテルのあれが新しいの出たからか、パソコンもそうですね、なんか前に比べてやっぱお店は若干減ったように、思えます。そうですね、ちょっとこの辺であれですか、こっち、歩いて
あの裏の方にちょっと行ってみましょうか。さあさてさて、それじゃあね、裏通りの方入っていきましょうか。ついさっきね、こう後ろのなんか広告で、あのメイド喫茶の CM 流れてたんですけども、その中にあの安心安全に楽しめるって言ったんですが、じゃあ何かと、安心安全じゃない店があるのかなみたいな、ちょっと考えてしまったんですけども、いや確かにそうなんですよね。さあこの辺りからね、そういう方がいなければいいんですけども、どうかな。ジャンパラとかこの辺は変わりないですね。スターケバブもあの、ね、前に来た時のまんまというか、僕が働いてた時のまんまですね。あ、ここはやっぱりあれですね、朝この早いんでね、誰もいないんで、よかったよかった。これでなんとか動画が全部撮れそうですね。もしここにね、あの人がこうずらっと並んでたりしたら、ちょっとね撮影やめようかと思ったんですけども、はい。でここが右がね、あの有名なディアステージの電波組とかね、いたところ、今でもいるのかな、ちょっとわかんないですけども、はい。あのキャラクターのポヨヨンロック先生が描いてるやつですね。でユーナホールっていうカレー屋さんがあって、でここがマルツ秋葉原ですね。ここもね前からありますね。そして、正面の方にはここは今アパホテルになってますが、昔確かここもねパソコン屋さんだったと思います。お店の名前はちょっと忘れちゃいましたけども、何だったかな、確かなんかお店があったはずなんですけど、今ここにホテルがあるんですから、すごいですよね。でね、あれここもなんか昔は何かあったはずなんですけどもね、ものの見事に消えてますね。で前ここはねリラックスカフェ、リラックスカフェで古いかもしれないですけど、なんかそういうのあったんですけども、今は何だったんでしょうね。なんだろう、コワーキングスペース的なものに、あ、なってます。そうですね、コワーキングスペースになってますね。だいぶちょっと様変わりしたところありますね。さあそれじゃあね、もう一本奥の方に入っていきましょうか。なんだこりゃ、メイド喫茶コンカフェ秋葉発総合案内所、こういった感じの、ね、総合案内所今あるんですね。なんかやっぱ様変わりしたなっていう、僕が知ってた頃はこういうのはなかったんですけどもね、やっぱこれも街の様子の、ね、ちょっとこう変わった一つなんでしょうか。お、でもあれですね、マンダラケとかはねそのまま残ってますね。よかったよかった。もうここまでなんか変わってしまったらどうなったかと思いますけども、と、これもすごいですね、秋葉原、総本家野郎ラーメン、なんかすごいボリュームのありそうなラーメンですけども、昔にやっぱ比べてね飲食店も本当増えましたよね。ちょうどこれもね友達と昨日喋ってたんですけども、昔本当食べるお店なくて、結構その いろんなところを回ってなんとか見つけたなって話してましたけども、今だったら全然ねその探すのも苦労しないですよね。お、そしてねおなじみ駿河屋ですね。あ、ここもね本当いろんなところに、ね、店舗あって、北海道だったら札幌のねあのすすきのの方にも確か、店舗があったかと思います。でこっちにはパソコン工房が、まあ、割とねこの辺はこのパソコン系のあのショップがまだありますけども、前に比べるとやっぱなんかあからさまに減った気がする。前はねちょっともう名前とかも本当忘れちゃいましたけども、変なのがあったんですよね。キーボードなんか専門に扱ってるとことか、液晶モニター専門で扱ってるお店とかっていうのがあったんですけども、おそらくそういうのってあまりにもニッチすぎるんで、まあ、ネットショップとかに行ってね、移行、したんでしょうかね。そしてこれは何でしょうね、デニスターキッシュカフェ&バーって書いてますけども、あ、ハラルのマークついてるから、あのイスラム教徒の人でも安心な場所なんでしょうか。ケバブ屋さんなのかな。これちょっとね国際色豊かなお店もあるんですね。さあさてさて、お、ハードオフとかのホビーオフがありますね。ハードオフの方はね、どうかな、時間が、あったらね、別の動画でね、あのいつもの月1ハードオフ会でも、取り上げようかなと思っております。まだちょっとね、予定ははっきりとはしてませんけども、はい、チャンスがあればね、撮っています。さあ、ということでね、再び表に戻っていきました。ふとね、あの思ったんですけども、同人誌とかのお店ってなんか減ったようなというか、ね、全然あの見ない
感じがします。もう昔もちょっとその個人のお店とかでもあった気がしますし、あれそもそも虎の穴とかあったかな、ね、ちょっと今ぐるっと見回してあれ場所どこだったかなと確認したんですけども見当たらないからね。だからあれなんですかね、やっぱりほらこのコロナ禍でコミケとかも開かれなくなりましたし、ね、そういった音楽と同時に音楽とかも、ね、大きいサークルであればあの Spotify とかああいったところで配信始めましたし、で同人誌とかであれば、ね、その DL サイトとかファンザとかああいったところですかで、ね、あの出し始めたんで、もう紙にする必要ないんじゃないかっていう話をちょっと、ね、聞いたことがあります。それでその同人誌のお店とかが、まあ、なくなってしまったとかそういった話をねちょっと小耳に挟んだので、その影響なんでしょうかね、お店が確かにあんまり見当たらないと思ったらアニメイトありましたねアニメイトはちゃんとまだ健在なんですけども、あれでも虎の穴ってどうだったかな、ごめんなさい、そちらの方の字幕の方あの追加しておきますんで、はい、ゲームセンターとかはまだ結構残ってますね、はい、ぐるっとね、回ってきましたけどもどうでしょうか。あとね少しだけね奥の方を撮って、終わりにしておきましょうか。ここも見てください、 Apex Legends の広告貼ってるこのビルもね綺麗さっぱりなんかなくなってますね。あれこれなんか移転したんかなんかなのかな、はい、でもこれだけ大きいところ一等地ですけども何も入ってないっていうのもねなんだか寂しい感じですよね。さあそれではね最後この通りをね通って終わりにしましょうか。ちょうど今ね11時になったんでいろんなお店が一斉に開き出しましたね。おそらくね、これからお店の方が表にねどん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 出てくるのでちょっとねその前にやっと終わらせておきます。今ご視聴ましたけどもでやっぱこの時間となってくるとお客さんもガッと増えてきて活気がね溢れてきました。よかったよかった全く人がねその全然いないドヨーンとした感じたらどうかと思いましたけども、あれこの秋葉王とかこの辺はその前からある感じですね。この辺は本当にそんなめちゃくちゃ変わった感じはないですけども、おなんか裏通りの奥にすごい店がありましたね。ちょっと動画じゃ映せませんけどもね。さあこんな感じでね秋葉原ぐるっとね軽く歩いてきましたけどもどうだったでしょうか。皆さんはねこの今のこの秋葉原の街並みね見てどう感じたでしょうか。まあ、個人的にはやっぱりちょっとその前よりかもちょっとこういう動画撮ってね歩くのは難しくなったのかなって思います。本当これだったら昨日行った銀座とかね空いたところの方が全然そのカメラ持ってる人もたくさんいましたし、でジンバル持ってる方も何人かで見かけたんで、向こうの方がもしかしたら、ね、本当安心というか少しこう気楽なのかなと思って、逆にこっちの方がなんかちょっと緊張感のあるね場所になってしまったなっていう、気がします。はい、なんかねもうちょっとこう気軽に、ね、その観光客の方とかでも来やすくなればいいんですけども、今はちょっとだけそういった感じは、僕はね感じませんでした。はい、そんな感じで、秋葉原のね、散策終わります。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆さんも何かの参考になれば幸いです。ここもですね、東京の風景どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。